この時間はゲストの方と中継を結んでお話を伺います。内藤証券リサーチアナリストの大部由紀子さんです。大部さん、はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はだいぶ天気もいいですね。そうですね、ちょっと桜落ちてしまいましたか。そうなんですね。そうですけどね、で今日のマーケットも堅調な地合いとなってます。今日はどんなお話を伺いますでしょうか。今日はちょうど3月が終わったところですので、はい、1月から3月にかけて動いた業種について、またその中で特に目立つ鉄鋼株や、うん、あと OPEC プラスの追加減産が発表されましたので、はいはい、資源株についてお話ししたいと思います。これがホットな話題ですね。よろしくお願いいたします。はい、ではまず全体の確認としましてですけれども、日経平均株価の冷やしチャートです。3月の9日から米欧の金融不安を経て一旦急落しましたけれども、うん、月末にかけては上昇しています。はい、で3月の期末配当の権利落ちもだいたい257円ぐらいでしたか。それをこなして2万8000円台を回復して今日も堅調ということになっております。そしてドル円の冷やしチャートですけれども、年初からの円安がやはり米欧の金融不安で一巡して、3月8日が一旦高値、そこから130円がサポートして当面130円台への推移になるのかなというような状況かと思います。はい、そしてこちら日米の主要な株価指数、年初からの推移のグラフになっております。参考のため去年の10月からの長さで取っておりますけれども、特に去年大幅に下げていたナスダックが23年に入ってから非常に堅調となっています。そうですね、やはり利上げの見通しが一旦落ち着いているということと、あと債券利回りが若干低下していますので、そういったところから上昇しているようです。一方でニューヨークダウについてはちょっとうねの重い動きとなっています。やっと年初のところにこう戻ってきたというところですもんね。そうですね。では1月から3月にかけてですけれども、3月末までの東証33業種の業種別騒落率がこちらになります。この間トピックスは 5.9% の上昇、そして上昇率のトップは鉄鋼の 27.5% と非常に際立っています。そしてその後は電気、ゴム製品、機械、ガラス土石までが2桁上昇、うん、そして下落については保険が 11.3% の下落となっています。で陸運までが一応プラス圏となっています。そしてこの上位と下位の産業種の推移を見てみますと、こちらのグラフになります。はい、鉄鋼株につきましては昨年の年末以降ずっと堅調な地合いが続いているのが分かるかと思います。そうですね、うん、はい、そして電気機器につきましても11月の高値を抜いて上値を試すような状況となっています。そして銀行と保険につきましては昨年末からの上昇分をある程度吐き出してしまったというような状況かと思います。うん、こっちはもうちょっと水面下に下がっちゃってる水準ですもんね。そうですね、やはり金融不安が起きてきたことと、あと金利の見通しが変わってきたということが大きいかと思います。はい、そしてこの1月から3月にかけて月別の騰落率の上位下位を見てみますと、こちらのような動きとなります。鉄鋼株が1月2月非常に堅調で、3月についても月末に配当の落ちがありましたけれども、それでもプラス圏を維持していました。あと動きが非常に目立つのが海運で、1月の下落から2月に大幅に上昇し、そして3月に下落してだいたい年初と同じぐらいの水準で3月末を終わるというような動きとなりました。やっぱ海運は激しかったですね。そうですね、特にやはり配当の分が大きかったので月末大きく下げるかと思われましたけど、はい、意外と権利落ちのその日自体はそれほど下げずに、その翌日に下がるというような動きをしていたかと思います。そして特に買いにつきましては、日本郵船が3月の10日、商船三井が31日に経営計画発表していますけれども、はい、どちらもその後の発表のこの反応が芳しくないという、うん、ちょっと難しい局面に来ているかと思います。今日あたりもそうですかね。商船三井ちょっと物足りないという評価があるようですね。そうですね、ただここ 2年ほどが非常に強かったので、はい、
ちょっと見方が難しいというところはあるかと思います。そうですね、はい、そして鉄鋼株についてですけれども、はい、こちらは、まあ、世界全体の粗鋼生産のグラフになります。鉄鋼につきましては22年からやや減産傾向です。特に去年はこのオレンジの部分がだいたい中国で、中国だけで世界のだいたい半分以上を占めているんですけれども、やはりコロナの影響があってなかなか回復しなかったというところがありますし、あとウクライナ情勢の影響でロシアなどの生産が落ち込んだということもあります。そして23年に入ってからは世界全体では粗鋼生産がやはり前年同期で減少しているにもかかわらず、中国についてはコロナの規制も明けたということで回復傾向が見られます。で、全体が減産している中で中国が需要が強く生産を伸ばしているということですので、はい、日本の鉄鋼株についても自動車の生産が回復基調にありますし、ある程度回復が見込まれていくものというふうに考えられます。で、鉱材式をちょっとヒストリカルでお示しできるものがなかったんですけれども、はい、全体としてピークアウトした感はあるんですけど、高値の水準を保っているということですので、まだまだ価格転嫁の余地、もしくは市況に連動した価格の設定をしていくというようなことができるセクターだというふうに考えられます。はい、でまた業界再編の期待も強いですし、低PBR の物色というのもあるのかと思います。特に日本製鉄につきましては、年末に日鉄物産の TOB を発表したときに、はいはい、日鉄物産が非常に大きく上昇するというのがありましたので、うん、そうでした。そういったことを考えると小型の鉄鋼株というのも再編期待で物色されるところがあるのかなというふうに思います。で、他の資源につきましてですけれども、こちらが銅と原油の価格の推移になります。ドル建てになりますけれども、21年から取っておりますが、原油につきましては去年のウクライナ情勢などの上昇から下落し、で直近ではちょうど金融不安が台頭したことで70ドル割れという21年以来の安値に下がりました。ただそこから少し戻りに入っているところで、ちょうどオペックプラスの減産の発表があって、はい、足元80ドルで回復しているというところです。そうですね。特にオペックプラスにつきましては、うん、昨年末から会合の頻度を上げて監視委員会のオンライン開催だけにしておりましたので、ちょっとサプライズ要因が大きかったと言えます。ただ足元石油の需給につきましてはやや緩和傾向ということですので、供給の調整という点ではそれほどおかしくはない動きかと思います。ですね、足元70ドルをサポートに原油については底打ちというふうに考えております。で、また銅についてですけれども、はい、銅についてはもう今年の年初からだいぶ反発傾向にありました。はい、でやはりちょうどリスクオフの動きで3月の中旬に一旦下がりましたけれども、また9000ドルの水準まで上がってきています。で、特に各国が再生可能エネルギー発電を進めておりますし、自動車の EV シフトも進めていますし、充電設備もの拡充も進めています。特にアメリカのインフレ抑制法案も中身を見てみると結局はインフラ投資の法案でありますので、そういった面からも銅の需要は伸びていくと考えられます。で、国内でも3月までに2050年までの広域送電網の整備計画が公表されています。ですね、それに向けて電通大手が増産体制にも入っておりますので、こういった銅の需要さらに伸びていくと思われますし、そういった面で銅をはじめとする非鉄金属についても需要が見直されてくるかと思います。ですね、そのあたりにやはり代表的な銘柄といいますと、はい、鉄はやはり日本製鉄と、日本製鉄5401ですね。はい、はいはい、しわしですけれども17年の高値を抜いて非常に勢いのある上昇となっております。そしてインペックスですけれども、昨年の6月を高値にやや弱含みとなっていましたが、原油価格が戻ってきていること、
また夏場にかけて発電向けの天然ガスの需要なども増えてくることを考えると、これから先持ち直していくことが見込まれるかと思います。そして同関係で住友金属鉱山を挙げておりますが、はい、ちょうど去年はニッケル関係の、インドネシアへの投資が計画がなくなったことで一旦下げましたけれども、はい、うん、やはり同価格の回復ということで見直されてくるところがあるのではないかと思います。特にどの銘柄も非常に大型で、そして PBR がかなり低め、そして市況関係でややキャッシュがあって配当利回りもそこそこ高いというような銘柄ですので、そういったところも物色されやすい面かなと思います。まあ、やバリュー株ですよね、いずれもね。そうですね、はいはい、そして足元の問題ですけれども、はい、直近につきましてと今週他の国のお休みが多いので、先月の末から上昇してきている分ちょっと調整が入りやすいのではないかと思います、うん、5日の水曜日が清明節で中国香港がお休みです。そして日曜日がイースターですので、金曜から月曜にかけてヨーロッパでは4連休ですけれども、アメリカも、はい、まあ、月曜もやや休日ムードが残るというような状況になりますので、うんうん、それに向けてちょっと調整が入りやすい、またこういったお休みの時に何かまた金融機関の問題が持ち上がってくる、はい、うんうん、そういったようなことが出てくる可能性がありますので、はい、特に雇用統計がアメリカがお休みの間に発表されると、そうなんですよね、今回ね、そういった問題もありますので、はい、この週明けと月曜日の東京市場お休み明けて一番最初に悪市場になりましたので、うん、ちょっと波乱になる可能性もありますので警戒が必要かなというふうに考えております、はい、逆に何かでちょっと大きく押せばエントリーのポイントになってくるということもあるかもしれません。そしてやはり中長期では資源が注目されやすいということ、景気が回復してくるにつれて需要が見直されて、そして供給の制限が問題になってくるというようなサイクルが23年やっても注目されてくると思いますので、そういったことを見ておきたいと思います。はい、よくわかりました、今日は大坊さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間のお話は内藤証券リサーチアナリストの大坊由紀子さんでした。